今日はニコン Z カメラシリーズに付属しているですね、えー、ネックストラップを紹介させていただきます。まずですね、一番上、このですね、細いストラップ、ね。これは ZFC 付属の ANDC23 です。で、その下は、えー、昨年12月発売のニコン Z9 に付属の ANDC24。そして、この一番下のですね、えー、この ニコン Z と書いてある、この細いストラップですね。これは、えー、Z32 付属の ANDC25 です。ANDC23ZFC 付属のストラップの紹介なんですけどね、これね、細い紐なんですけどね、このストラップの真ん中にニコン Z というこの刺繍があってですね、あとはもう無地なんです。それでこのね、細紐と幅広い部分をつなぐ、この留め側。 ね、このね縫い目見てくださいもうこのバータックはねしっかりとね縫製されていてですね頑丈なですねストラップに仕上がってますでこれ結構ねおすすめですよでそれとあとね12月昨年12月発売の、えー、このど真ん中というんじゃなくてこれはですねいいですか細ひも部分と幅広部分を結ぶね留め側の部分これねこの縫製しっかりしますねで、この、 止め側部分の真横にニコン Z と刺繍してあるこのストラップはね付属ので,すでこれもど真ん中にねニコンと一周があってそれからこのですね端っこのニコン Z のその刺しの間ですねここにあのアローデザインの黒の中の黒でですねアローデザインがですね実は仕込まれてますね。 ではい、こ前か回ね、またお見せしますよ、この留め革部分、ね、これがですね、しっかりとした縫製になっていて、安心して重量級の Z9 を持ち運ぶことが可能ですね。でそれで、このですね、ANDC24 とそっくりのデザインで、細いタイプになったのが、今回のですね、8月発売の、このですね、Z30 付属の、ね、ANDC25 です。 でこれも同じくですね、細紐部分と幅広部分を結ぶところね、ここのですね、留め側が、ね、プロストラップと同じように、もうがっちりとしたですね、バータックになってます。もうこれなら安心してですね、もうどんなカメラでも釣ってね、使うことができますね。で、これですね、ANDC24 と同じようにですね、このニコン Z の臭と、このど真ん中のこのニコンの臭の間ですね、アローデザインが黒の中の黒でですね、 実は仕込ままれています、ね、でこれもですね本当に細い紐なんですけどもうこれもうめちゃくちゃですねよくできてますよですから、ね、このね ANDC25 をはじめとしましてでもっと無地なデザインでよろしかったら ZFC 付属のですね ANDC23 ねこれですねでこれをですね細紐として、えー、Z6Z7 シリーズにもですね そのままあの好みに応じてて使ってくださいでそれでやはりですねこの ANDC24 のですねこのいいところねもちろんこれはこのですね留め側の部分がとてもおすすめなんですけどもねこれ実はあの、えー、ニコンのプロストラップとですねほぼ同じようなですねあの頑丈なですねあの作りになってるんですね。で参考までいいんですけどねあのニコンのプロストラップのですね留め側をお見せしますね。 ではい、これですでこれがニコンのプロストラップの留め側なんですけど同じようにですねもうがっちりとです、ね、この刺しゅうが施されていて重力級のです、ね、レンズやあのカメラをつってもですね安心して使えるでこのプロストラップの良さが、えー、一般のですねあの付属のですねストラップに反映されたこのようにニコンカメラレンズストラップなどのアクセサリーにはですね カタログには説明さされていないな良さがですねたくさんあるんですよ。これからはですね私がそのようなニコンの良さをですね少しずつ動画にて解説させていただきたいと思います。今日はご拝聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。